大砲は日本海軍の航空母艦。日本の空母としては初めて飛行甲板に走行を張るなど技術的に最も発達を遂げた艦であったが1944年6月19日のマリアナ沖海戦においてアメリカ海軍の潜水艦の雷撃で損傷した後航空用ガソリンタンクから漏洩して引火したため大爆発を起こして沈没した。 わずか3ヶ月の管力だった。大砲の船体は昇格型航空母艦をほぼ踏まえたものであるが、飛行艦板の走行下による重心上昇を防ぎ復元力を確保するため、艦内艦板は一層減らされており、艦内の容積は昇格型より小さくなっている。全長は昇格型とほぼ同じ長さだが、海面から飛行艦板までの高さは、 孔子状態12.4メートル、満載状態で12メートル程度で、飛竜型に近い、低いものであった。格納庫は、従来の日本の正規空母同様、上下2層であるが、昇格型より、艦内艦舶が一層、少ないため、格納庫の周囲に居住空間を取らざる得ず、結果、格納庫は2層とも狭くなり、範囲は、艦の中央部、前後の昇降機の間だけである。 狭いのみならず開口部がほとんどなかったので、格納庫で敵弾の爆発があった際には昇格型、同様、爆風によって原則後半が外れ、そのまま爆風を逃がすという設計としたが、昇格型同様、実戦では機能しなかった艦首のバルバスバウも、昇格型に準じた前方に突出してないものであった。機関室は、 高度3000メートルからの800キログラム爆弾と距離1200メートルから2万メートルでの6インチ砲弾に耐えることが求められた。また弾薬庫は高度3000メートルからの1000キログラム爆弾と距離1200メートルから2万メートルでの8インチ砲弾に耐えることが求められた。特に火薬庫は対順洋艦の8インチ砲弾防御を施すことになった。 このため主要部には十六ミリメートル高張港と三十二メートル m c n c 後半による水平防御と百六十ミリメートルから五五十ミリメートルの CNC 後半による垂直防御が施された。水平後半が薄いのは飛行艦班の装甲も加味されているためである。水中防御としては主要部を三重艇とするとともに日本海軍艦艇としては 珍しい液体層と空気層及び装甲を組み合わせた5枚4層の合理的な防御構造が導入され TNT 換算で 300kg の作薬を持つ魚雷を防御することが想定された。ただしアメリカ海軍が使用していた MK13 航空魚雷はトーペックス系作薬を使用した場合 TNT 換算で 400kg を超える威力となっており 必ずしも万全とは言い難かった。機関は昇格型航空母艦に準じたものが搭載された。艦本式ロ号艦は1機ずつ分離された。防水区画に搭載されて2列に並び発機、搭載され、その後方に同じく左右に2024機のタービン室が配置され、日本海軍艦艇としては昇格型と並んで最高の16万馬力を発揮した。 蒸気圧30キロ、平方センチ、蒸気温度350度も、昇格型と同様であるが、スクリューは昇格型より若干サイズの大きい4.3メートルの、漫画構成3枚はものが使用され、最高毎分300回転で駆動した。舵は、ヤマト型戦艦と同様に、副舵と手段の2枚を前後に分離設置した。 従来の日本海軍大型空母の場合、エレベーターは、艦全部、中央部、後部の3カ所に設けられていたが、飛行艦板に装甲を張るという設計思想のため、爆撃に対する弱点部位となるエレベーターは2機に減少した。しかし、エレベーターもまた格納庫の天外に当たるということから、エレベーターにも装甲が施されている。大きさは、新型艦上機に対応しており、 2 5トルの DS 後半を2枚重ねて、合計5 0ト、mm、ルの装甲を形成した。これにより昇降機の重量は100トンに達したが、作動スピードは高んと遜色なかったという。カタパルトを2機装備する予定であったが、開発が間に合わず後日装備とされた。兵員室はハンモックではなく、天井収納式の複数段ベッドが備えられた。 軍令部は本型の飛行艦班に対し、800kg 爆弾の急降下爆撃に耐えられる装甲を求めていた。しかし、艦政本部は昇格型航空母艦と大差さない、排水量では実現不能と判断した。仮に要求通りの重防御を施すと艦が4万トンを超える大型艦となり、他艦種の建造を圧迫するという予算上の問題が生じ、 昭和13年9月7日の丸4、計画正式将棋にて、前述の監視用部分重防御に加え、高度700メートルからの500キログラム級降下爆撃に耐える走行で、飛行艦板の50%を覆うという防御案で、本型の建造計画は承認された。排水量を3万トン級に抑え、その範囲内で防御を施すという妥協策が取られたのである。 初期の素案では 60mm の装甲で、前後の昇降機の間の飛行甲板を覆い、戦闘機の発艦距離を確保するというものであった。しかし、各種爆弾実験を実施したところ、装甲 60mm では防御力不足と判断され、最終的に 20mm の DS 後半上に 75mm の CNC 甲板を装着した構造に落ち着いた。 ところがソアにより、走行の厚みが増したので、走行範囲の全長は、飛行艦板の1、2のままであるものの全幅が短縮され、全幅を走行する計画は、艦中央部でも格納庫の天井部分を覆う幅20メートルのみの走行とされた。飛行艦板の表面仕上げは、従来の空母同様に、木りであったとされるが、ラテックス仕上げであるという異論もある。 改め大砲型の図面でも木の甲板の仕様を裏付ける記述があり、最近発見された大砲勘定で撮影されたと思われる写真には木甲板が写っている。また現存する複数の中央切断図面でも飛行甲板は 45mm のキータを貼る仕様になっている。一方、ラテックスを飛行甲板に試行したという公式文書。 図面、証言資料は全く存在しない。製造所である川崎神戸で、戦後、福井静浦の監修のもとに製作された模型が、ラテックス張りの状態で作られていたことが、ラテックス説の根拠の一つであるが、機関板では、爆弾が走行飛行間板の表面で爆発した場合、やはり発着が困難になるという予想から、従来信じられていた。 多少撃たれても耐えうる前線の中継基地としての走行空母という概念がもう一つの根拠になっていたと考えられる。着艦制動策は最新式の三式制動装置が設置された。三式制動装置は油圧式で流星などの大型機に対応した制動装置で大砲が初の装備であった。後期短縮と部品未納入のため、 車風作自体の装備が省略されて竣工したが、竣工後の写真では、車風作の存在が確認できる。無稼働状態で装備され、後日の工事で稼働状態とされる予定であったと推測される。また、環境が煙突と一体化した大型のものであったので、それとの重量バランスを取るために飛行甲板は、後方で左舷側に寄せられている。 重心上昇を防ぐため大砲の艦艦は全球の昇格型より一層少なくなっており、結果、艦元が艦の大きさに対し低くなっている。そのため、飛行艦艦先端が波浪により下からまくり上げられないよう、同時期のイギリス空母や現代のアメリカ空母のように艦首外藩を飛行艦藩まで延長するハリケーンバウという形式をとり、 監首部と看板が一体化していた。日本海軍では初の試みであり複数の案が検討された。ハリケーンバウには昇格型より一層看板が少ない分を補う居住空間が取れるというメリットもあった。大砲の環境は日本空母としては初めて煙突と一体化した巨大なものとなった。飛行看板上に直立した煙突では特に着艦の 際に、肺炎も合わせて障害物になりかねないため日本海軍では最初の空母放射からいろいろな肺炎方式を試行錯誤し、結果的に原則から湾曲させた煙突とすることで一応の解決を見ていた。しかし、飛行艦板を走行化した大砲では艦の大きさの割に飛行艦板の高さを低くせざるを得なかったため、 従来の湾曲煙突を設けた場合、位置が低すぎて先端が海面に接触、浸水することが予想された。そのため、煙突は飛行甲板状に立てることとなり、環境と一体化することとなった。当初はそのまま直立させる予定であったが、着艦コースの気流をできるだけ乱さないよう外側に傾斜させることとなり、風洞実験と重量計算の結果、 飛行甲板から高さ17メートルのところに、廃炎口のある煙突を垂直面から26度外側に、傾けて設けた。この形式は商船を改造した、費用型航空母艦で先行して採用されたが、もともとは、大砲のために設計されたものである。後、大和型船艦3番艦改造の空母シナノにも、 採用されており、煙突を外側に傾斜させるのは戦後改造された、英米空母にも見られる。位置的には、煙突と一体化させたので、それまでの日本空母の現前,前方環境の位置よりは、やや後ろにある。アイランドトップには2式2号電波単身儀1型を、前後に、合計2機設置していたが、13号電単については、装備に否定的な意見が多いとされる。 大砲型は、日本の空母中、唯一65口径98式 10cm 広角砲を装備していた。だが、65口径 10cm 広角砲は、飛行艦板の装甲化の代償として、昇格型の16門から12門に限じられた。それを補うために、広角砲は、左右両弦に射撃可能とするはずであったが、アイランドの大型化によってそれも、 不可能となり中止され、オーソドックスな配置に落ち着いた。65口径10センチメートル広角砲は、艦隊防空を担う秋月型駆逐艦に搭載されたものと同種で、一発あたりの機外半径は、小さいものの毎分19発と発射速度が速く、これを格限に3機ずつ設置、左右1機の94式降車装置で完成していた。 25立方ミリメートル連装機銃は当初8機の予定であったが建造中に増強されて17機となり、加えて単装2 5トル機銃が移動式として25機搭載予定であった。これは普段は格納庫壁面に収納され、航空機の発艦後に昇降機によって飛行甲板に運び飛行機固定用の金具を利用して固定するものである。 800kg 爆弾72発、500kg 爆弾72発、250kg 爆弾144発、60kg 爆弾144発、91式航空魚雷改め48本、他関西機の補給用に別に 250kg 爆弾144発が搭載を計画していた。軽出油タンクは、前後の昇降機近くの海面下に配置され、 前後で合計990トンの航空機燃料を搭載する計画となっており、標準的な搭載量であった。被弾時の被害軽減のため、計画量は搭載していなかったと思われる。大砲、後方に、昇格型航空母艦を望む。大砲型の艦載機の搭載数は、当初17士艦上戦闘機乗用24、16士艦校24。 17種環状偵察機乗用4の52機を予定していた。資料によっては61機。これは、昇格型や連合国王型空母が70から90機、前後なのに比べると、やや控えめであるが、マリアナ沖海戦時には、環状戦闘機20機、環状爆撃機18機、環状攻撃機13機、環状偵察機3機の合計54機を搭載していた。 ただし、これは、マリアナ沖海戦当日の奇数であり、実際は、事故で失った奇数を含んでいない。また、空地分離によって艦載機と空母の関係が変化しており、その時の搭載奇数が、最大搭載奇数ではない。601航空隊の航空機は、第1航空船隊3隻に分かれて搭載された。搭載する、航空燃料は1000トンで、 昇格型航空母艦の496トンの倍となっている。これは、零式艦船や99式艦爆等より燃料搭載量の多い烈風、流星、彩運の運用を前提にしたが、ゆえの増大とみられる。排水量の割に搭載機数が少ないのは、飛行艦艦総効果による。 重心低下のため艦内容積が減少し、格納庫を大きく取れなかったためであり、これはイギリス海軍のイラストリアス級航空母艦と同様である。格納庫は昇格型航空母艦と同じに層を備え、中間にエレベーターがないので、エレベーターを除いた格納庫全長は昇格型と遜色はない。しかし上述の通り、飛行甲板の走行面積が広く取れないため、 その下部の格納庫面積も小さくなり、上層格納庫の幅が狭くなってしまった。ただし、環状戦闘機烈風、環状攻撃気流星といった対戦後期の大型艦載機を基準に計算されているがために、昇格型より定数が少なくなっているのであり、冷戦、水星、天山なら合計70機以上を運用可能とする資料もある。また、 ミッドウェイ海戦において、弾薬古代爆発により、致命的損傷をこむった空母を加賀から生還した、天谷高久中佐、加賀飛行長の意見により、艦爆と爆弾の搭載機数、搭載量を減らし、艦上戦闘機を増やす方向で軍令部や軍務局と、調整したという背景もある。この艦載機数の不足については、他の空母に保管させるという案もあった。すなわち、 防御力の高い大砲型が危険な前方に進出し、より安全な後方に控えた他の空母の艦載機を受け入れ、補給の上で再出撃させるという、洋上の補給基地的な運用方法である。現代の空中給油にも通じる航空機の行動距離の延長策だが、これは基礎研究段階での一案に過ぎず、実際にこのような運用がなされたことはない。 計画初期に管制本部が提案したこの案に軍令部や海軍航空本部は反対しており4計画の概要が決定する以前の昭和13年初めには捨て去られ大砲は従来の航空母艦と同じ運用法を前提にして計画されている海軍兵器の基本構想を採否する海軍技術会議の席上でも 航空本部側の原油空母の防御薄弱なるを強化するが主眼。飛び石的用法を主目的にするものにあらず。したがって将来空母は皆、このような重防御のものとする考えなりとの発言が採択されている。実際、マリアナ沖海戦において取られた戦法はむしろ、前線の養上基地とは反対で、敵艦載機の航続距離外から、 攻撃するというアウトレンジ戦法であった。前線の洋上補給基地案は、その後、大和型戦艦の重防御が反映されている、ナノ型航空母艦で、再び提起され、一度は本命視されたので、戦後、大砲にも、刺激的な構想として当てはめられて広まって、しまったのだと推測されている。艦艇6機、観光7機は、 露天形師1944年3月7日、出航時に搭載されていた、関西機は主翼折り曲げ式だった。第二次大戦前、航空機の発達とともに、海軍先進国においては、艦隊決戦の主役は、戦艦ではなくより、遠距離から攻撃できる、航空機、すなわち空母が、重要視されるようになっていた。しかし、空母は、 飛行艦板に一発でも爆弾が命中すると機能を失い爆弾が飛行艦板を貫通して爆発すると致命傷となり得るという大きな欠点を抱えていた。1935年頃日本の海軍大学校では飛行艦板の被弾によって機能不能となる空母の脆弱性が深刻な問題として受け止められており 艦隊航空戦力の運用の一環として、航空アウトレンジに関する研究もあった。このような状況下で開発が開始されたのが、大砲型航空母艦である。大砲型の原型は1939年に、策定された第4次充実計画において、計画された、排水量27000トン級航空母艦 W102 である。完成するまでは、右予曲折があった。 昭和13年の大倉省説明資料での初期案は、15.5センチメートル砲6門を搭載する、かつて計画された、総流原案のような仕様であった。大砲型が単独で、前方に進出し、味方攻撃隊の中継基地になるという構想のため、敵艦隊との水上戦闘を考慮する必要があった、ためである。しかし、航空機の高性能化に伴い、 中継基地として使用する案は破棄され、通常の艦隊型空母として開発されることになった。この時点で、船体は昇格型航空母艦を元にしつつ、それに装甲を張り巡らせた重防御を持つと構想された。大砲型以前の日本空母の飛行艦板は、同時期のアメリカ海軍空母と同様に、ほとんど無防御だった。急降下爆撃機の発達により、 爆撃によって空母の発着能力が容易に奪われてしまうことを有料した日本海軍は航空母艦の飛行甲板には装甲防御が必須であると考えられたが航空機の大型化と高威力化する爆弾に対する限界も指摘されその防御方法の検討には混乱を伴ったこの考えに基づき建造された本艦は日本海軍が待望していた 飛行艦板に装行を施した装行空母でもあった。なお、装行空母は1940年にイギリス海軍が先んじてイラストリアス級航空母艦を巡航させている。軍艦大砲は1941年7月10日、川崎重工業神戸造船所に適航。歌唱艦名、第130号艦。川崎造船所、第670番船。 同社が建造した空母としては、加賀型戦艦一番艦改造空母加賀、昇格型航空母艦二番艦随格に続く三隻目となった。1943年秋頃に浸水予定であったが、気候から半年後に太平洋戦争が起こり後期繰り上げが要求される。1943年3月5日、第130号艦は、 正式に大砲と命名された。同日筆、遊夕雲型駆逐艦11番艦藤波や、秋月型駆逐艦7番艦下月等も命名される。命名とともに、三席らは、官邸類別等級表に登録された。同年4月7日、昭和天皇の名城として、高松宮信人親王臨席のもと午前8時30分に、 大砲は浸水した。8月15日、巡洋型航空母艦二番艦、費用艦長を務めていた、住川道夫大佐は、大砲偽装委員長に任命される。12月23日、府で、偽装委員長は、菊池町産大佐に交代した。菊池大佐は、空母赤木飛行長、法省艦長、随格艦長等を務めた経歴を持つ。 1944年1月19日、呉海軍交渉で建造中の、雲流型航空母艦3番艦カツラギノが、高松の宮信人新納臨席の下で浸水する。翌1月20日、信人新納は、神戸川崎重工業を訪問し大砲を見学した。信人新納は、浸水式などで、幾度か、川崎造船所を訪れて大砲に関わっており、 大砲の工事促進を要請する。2月上旬、大砲は神戸港から美山瀬戸と久留島海峡を通過して、呉軍港に移動。2月3日から呉海軍交渉第4選挙に入居して、最終的な偽装が施された。2月15日、吉岡保持天は高松の宮に、大砲の完成を3月10日に繰り上げと報告する。約8ヶ月分の工事量を、 約5ヶ月に短縮。偽装予定を約3ヶ月短縮し、3月7日に竣工した。同時府で正式に舞鶴陳府所属。菊池偽装委員長も正式に大砲艦長となった。3月10日、第一航空戦隊に編入。瀬戸内海で訓練を実施する。3月28日、立港の神様海軍の司法と謳われた、イリサシュニア中佐が、 大砲飛行長に任命され、同時に第601海軍航空隊司令を兼職することになった。タウイタウイに停泊する大砲。1944年3月28日、大砲は、兵員輸送を兼ねて、秋月型駆逐艦2隻に護衛されて、呉を出港した。601空の冷戦、水星、天山のほか、司さ,さだ、月光。 零式水上観測機、零式水上偵察機、計64機を搭載した。4月4日から5日、シンガポール到着。入港直前に舵取り装置が故障し、さらに配電盤火災となり一時操打不能となるが、復旧に成功した。月光や推定、兵員を陸上げした後、4月9日、リンガ白地に開港され、4月15日より第一 機動艦隊機関となる。リンガ博地では、第1航空戦隊や、第10船所属各艦と共に着陸訓練を、主に行った。大砲は5月6日に航空機をすべて収容し5月11日、リンガ博地を離れ、内地からの第2航空戦隊第3航空戦隊と合流するために、タウイタウイへ移動、14日に到着した。タウイタウイ白地では、周囲に、 大きな陸上飛行場がなく、白地の中では、発着艦訓練を実施できなかった。また、白地周辺には、アメリカ軍潜水艦が出没しており、白地の外に出ての発着艦訓練もできず、航空隊の技量も十分とは言えなかった。また、潜水艦の来撃により、駆逐艦多数等が逆に撃沈されたほどである。6月13日、 陸上基地を利用して搭乗員の訓練を行うべく、フィリピンの中部のギマラスに向かった。同海域では、対戦紹介をしていた天山が着艦に失敗、着艦のやり直しをしようとしたが失速し、大砲飛行艦班の99艦爆に追突し、炎上。冷戦2九九艦爆に、天山一を喪失、天山一大破、十九艦爆一昇破。 搭乗員1名、整備員7名が戦死した。この事故と火災は、大砲関係者だけでなく周囲の艦にも目撃され、乗組員たちに不吉な予感を与えたという。同日、アメリカ軍のサイパン攻略交散大としてあ号作戦決戦用意が発令される。6月14日、ギマラスに、イリパクシ燃料を補給した。6月15日、ギマラスを出港し、 マリアナ沖に向かった。1944年6月18日以降、マリアナ沖海戦に参加する。小沢機動部隊後部隊の戦力は、第1航空戦隊の大型空母3隻、第5戦隊の重巡2隻、第10戦隊の機関、阿賀野型軽巡洋艦3番艦に矢作と機関の駆逐艦7隻だった。指揮下巡洋艦3隻のうち、大砲には羽黒、ハグロ、 昇格には、妙高、随格には、矢萩が随伴していたという。彗星が、アメリカ軍機動部隊を発見し、前衛艦隊は攻撃隊発進を開始したが、攻撃隊の期間は、夜間となるため夜間着艦の危険性を考慮され、この日の攻撃は見送られた。また、この反転により、第一機動艦隊は、アメリカ軍潜水艦の行動圏に入ってしまった。 6月19日午前6時30分、軽巡の城所属推定がアメリカ軍機動部隊を発見した。午前7時45分より、大砲以下第一航空戦隊は128機の攻撃隊を放った。大砲攻撃隊は42機。7時58分には予定通り発艦作業が終了し、小沢機動部隊には楽観的機運さえ漂った。 手圧きは上官パンで見送れの加齢により乗組員の大部分が攻撃隊を見送っており対戦警戒がおろそかになっていた可能性も指摘される。また無線を傍受していた軍令部でも勝利の機運が高まっていたという。その頃、アメリカのガトウ級潜水艦のアルバコアが小沢艦隊を追跡していた。アルバコアでは攻撃直前に魚雷所限調停版が故障。 戦闘鏡を出し直接照準で空母を狙うことにした。北緯12度22分統計137度04分、北緯12.367度統計137.067度、12.367137.067地点において、やや遠距離から6本の魚雷を発射した。上空では発艦した第一次攻撃隊が編隊を組みつつあったが、彗星一機が、 天体に加わろうとせず、右に旋回して、海に突入した。母艦から、右5000メートルくらいの海面だったという。これは、同期が雷石を発見し、自爆突入して、魚雷を阻止しようと試みたものである。また、大砲の右舷に配置されていた、秋月も、雷石を死ににしたという。大砲の見張り委員は雷石を、直ちに報告し、 当時28ノットで直進中であり鳥かじ一杯が加齢されたが午前8時10分、アルバコアの放った魚雷一本が大砲の右舷全部に命中した。初月の大戦相当を振り切り祈としたアルバコアは魚雷一本命中により昇格型一石を撃破と報告した。大砲は時点で全部が やや沈下し速力は26ノットとなったものの内無化、補機分隊による左限後部への注水によって、監視沈下は是正され、戦闘続行可能状態であった。だが、全部昇降機が、下部の戦闘規格の凹庫から1メートルほどのところで、冷戦を乗せたまま前側に傾いて停止した。昇降機の重量は100トンあるため、艦内作業での修理は、不可能だった。 小沢長官の命令により、工作兵が総動員で作業に当たる。艦内にあった応急処置用の丸太をかき集め、停止した昇降機の上に、食堂の椅子や机を矢倉状に組み上げて、昇降機の穴、14メートル四方を塞いだ。9時20分ごろ、作業完了。攻撃隊指揮官の小野隊がその強度を確認し、 搭載していた魚雷や燃料を下ろして、軽くした冷戦1、水星1、天山4の5機が発艦し、随格に移動した。午前10時30分、第1航空戦隊から第2次攻撃隊が発進している。だが、開い直後より、下部格納庫の全部昇降機付近より、ガソリンの湧き出しが始まっていたという証言がある。魚雷命中の衝撃で破壊された。 ガソリンタンクから漏出したガソリンが周囲の浸水によって格納庫にまで押し上げられていたと考えられた。気化したガソリンは管内に充満しつつあり、まず気発油タンクのすぐ後ろの区画はガス侵入のため退去を余儀なくされた。続いて第二格納庫も出入りが困難になるほどの状況になった。また管室との距離も短いためにガソリンそのものの流出抑制作業を 並行して行うも、気化したガソリンを吸入して失神する乗員が続出。火花を恐れて、工具の使用がはばかれた、応急作業班の交代などの理由により、作業ははかどらなかった。続いて、気化ガス10万タバコ禁止、防毒マスク着用、火花が出るような作業も、禁止との伝達が、館内各部署になされた。 格納庫の側面の扉はすべて開かれたがそれでも換気が追いつかず幻想や格納庫の側壁の後半を故意に破壊して穴を開けている。後部昇降機を下げる発電室などの扉も開放するなど必死の換気作業が行われた。大砲への着艦は以上の状況により上空警戒の戦闘機と緊急を要するものに限定されたが昇格が アメリカの潜水艦カバラの雷撃で落語したため、第一次攻撃隊の収容も担当することになった。午後12時20分以降に、小沢艦隊第一次攻撃隊が帰還してきたが、アメリカ軍の反撃により膨大な未帰還機が発生しており、大砲から発還して戻ってきた、関西機は、わずか4機だった。午後2時過ぎて間もなく、昇格が沈没した。大砲は、 アルバコアの雷撃で航空機燃料が漏洩し、引火したため大爆発を起こした。アメリカ艦隊を発見できず、損害もないまま艦隊上空に戻ってきた第2次、攻撃隊を収容中の午後2時32分、気化したガソリンから引火した。大砲の環境に勤務していた、近藤都直奈尉によれば、最初の着艦機が、 胴体着陸した直後に爆発が発生したという。随格整備科士官は、大砲の甲板上に中期していた機に、着火に失敗機が突入した直後、大火災が発生したと回想している。第二次攻撃隊前路偵察の天山1機、2光線の霊14機を収容したところ、5機目の霊、線が着艦せず、通過直後に爆発が起きたとも言う。 ハグロカシカンによれば、消火機が着艦した瞬間に大爆発が発生した。発電機室の後方にあった、艦室にガソリンが拡散して爆発した可能性や、換気用モーター、運転中モーターの加熱など、他にも様々な原因が指摘されている。第二次攻撃隊は、機関の着艦不能により、随格に着艦した。爆発の原因が何であれ 大砲の損傷は重大だった。エレベーターを塞ぐ作業を終えて、大砲環境で休憩していた演算技術大佐は、関東大震災のような揺れで、アメリカ軍重爆の大型爆弾の直撃と直感したと回想している。厚い装甲板を張った飛行甲板が飴板のように盛り上がり、全部飛行甲板は瞬時に炎に包まれた。 イーリサ春夜中佐、大砲飛行長は、おそらく飛行甲板上で爆発に巻き込まれ、行方不明となった。大砲後方に一致していた従順歯黒の環境からは、大爆発とともに、火柱が大砲側面の隔壁を突き破り、関西機や乗組員が吹き飛ばされる光景が目撃された。このように、昇降機周辺や甲板上にいた乗員は爆発の衝撃で、 吹き飛ばされてしまい、多数の死傷者を出した。大砲では、航海士が環境工部に設置されている遠隔操作の消火装置を作動させたが沈下しなかった。また、機関部との連絡がつかないため、消防管のバルブが開けられず消火活動は全く、はかどらなかった。大砲は、急速に速度を落としてし、環境の証拠たちは、機関部は、 爆発時の火炎によって全滅したと判断している。実際には、機関化障兵には生存者がおり、退去に成功している。艦の機械停止の原因は、爆発の衝撃で、潤滑油を送る注油ポンプの下継ぎ手が外れ、機械が焼損するに至ったからである。周囲の艦は大砲への接近を命じられたが、爆発が続くため接近することができなかった。 小沢司令長官は大砲に残るつもりだったが、周囲に説得されて、大艦を決意した。小沢長官や小村敬造参謀長は、環境が盾になったため爆風を免れた、唯一のカッターボートに乗り、秋月型駆逐艦は勝つに移動。その後16時6分に、羽黒へ移った。大砲では、小爆発が連続し、駆逐艦、磯風や諸月等が、 脱出者の救助に当たった。ハグロもカッターボートを派遣している。最終的に磯風が大砲の完備に接艦して乗組員を救助している。大砲は左限に大きく傾斜し、磯風の離艦後間もなく午後4時28分に沈没した。大砲爆発時に搭載していた冷戦5機、99、艦爆1機、水星4機。 天山三機も共に失われている。沈没位置。小沢中将以下司令部は20日になり、随格へ移動し、以降の航空船の指揮を取った。6月22日、生存者は沖縄の中城湾で随格に移乗し、また負傷者の一部は病院船天皇丸に収容され、日本本土へ向かった。結局、大砲が母校の舞鶴港へ寄港することは一度もなかった。 また、大砲の沈没を含めマリアナ沖海戦の敗北は、ミッドウェー海戦以上の完敗であり、サイパンの戦い及びその後の戦局に決定的な影響を与えた。1945年4月30日、昭和天皇は、与内三政海軍大臣と対面した際、アメリカの潜水艦に空母2隻が撃沈された件について、アゴー作戦は、あの変異に、 敵潜水艦の出没せることは分かっていながら、これを強行して失敗にしまったが、あれは連合艦隊長官がさせたのか、機動部隊長官が自ら決行したのかと、加盟している。8月31日、戦艦4隻、空母4隻は帝国軍艦席から除籍された。1969年6月22日、 1> 第1回大砲戦没者慰霊祭が開かれる。1974年9月23日、大砲慰霊碑も舞鶴に混流された。大砲の沈没は、まず魚雷一本の命中により、ガソリンタンクが破壊され、艦内各部に充満したことが判明した。続いて、胴体着艦をした、戦闘機の衝撃で、格納庫内に充満した、気化燃料に引火し、 爆発したことが原因だった。これは、閉鎖式格納庫が持つ弱点が最悪の形で現れたものだったが、たった一発の魚雷で沈没に至るまでにはいくつかの不幸な積み重ねが存在した。住川道夫大佐、1943年8月15日から1943年12月23日、菊池町産大佐。 1943年12月23日から1944年3月7日、菊池町三大佐。1944年3月7日から7月1日。7月10日府で第25航空戦隊司令官。ありがとうございます。